10兆円の無駄遣い、自民党が新たに作り出した子ども家庭庁、そして男女共同参画予算を合わせると10兆円の予算となるのだ。この活動を率いるのは三原淳子大臣であるが、現在その活動の大きな部分、少子化対策が効果を示しておらず、1年間の出生数が初めて70万人を下回ることが予想されており、2024年の上半期だけですでに 6.3% 減少し33万人となっている。6兆円超えを提出している。活動内容は子ども手当や高校無償化などに取り組んで入るが、同時に扶養控除額が減り、実際は税金面では何も変わっていない。こんな状況で減税せずに予算だけを水増ししていこうとはどういうことなのだろうか。皆様はどう思いますか？